ちょっとだけ言わせてもらおうかなと思います。巷で噂の KOPW とやらに私も立候補したいと思います。いやデカだぞ、デスペラードだ、デスペラードだ。おいおいおい、ポンコツ、おいポンコツ、昨日今日思い出したかのように言っただけで出れるのか。ああ大したもんだな、俺ずっと言ってたんだぜ、俺が相手してやるよ。ああどうせてめえが御所を大事に使ってるクロスラインなんてよ、パチモンだろ。ああハンセンがやってっからよ、自分が憧れて真似してるだけの、そんなクロスライン俺に通用すると思うなよ。ブーク言ったなてめえ、言ったなてめえこの野郎。おいとりあえずお前とやってやってもいいぞ。おい俺を誰だと思ってんだ。知らねえよ。知らねえか、だったら教えてやるよ。小島さとしという新日本プロレスで一番元気のいいプロレスラーだ。とりあえず KOPW いっちゃうぞ。ここにまた新たなるエントリー希望者が小島さとしです。おい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 、何思いついたかのように、思い出したかのように急にコメント出したな。なんだあいつは、どうせ忘れてたんだ。そんなものがあること自体よ、まあいいよ。あいつが腕異常に振ってんのなんでか分かる、俺は知ってんだよ。本来頭に行くはずの栄養がな、腕に行っちゃったからよ。空っぽの頭でよ、でっかくなった腕振り回して息になってるだけなの。自分が憧れたスタン・ハンセンに話して、ハンセンって言ったら、ウエスタンガリアとかあれをもらった気になってんだよ。ああこんなにかっこ悪いコピーレスラー聞いたことはねえよ。ああそれで30年もやってんの、すごいな。コピーだけで30年も飯食えんだったらよ、誰でも食えんだよ。ああどうせクロスラインしかねえで、あれだろ、俺がバカにしたからよ、クロスラインであいつの頭をすっ飛ばしてやるぜっつって、限定マッチとか言い出したんじゃない？俺聞いてないから知らないけどさ、なんつって言ったの？どういうルール？ではルールルール、どういうルールっつってた？なんかこれ一応全員が言わなきゃいけないんだろ？なんつってた？今の時点ではルールには言及してなかった。言及してない、はい、あいつは KOPW のルール知ってんのか？自分でルールを持ってきて自分のいいようにやるっていうあれを指定してやるよ。あいつはおつむ点々だからよ、どうせ KOPW って名前は今日ようやく覚えて言いたくて言ったけど内容まで知らねえんだろ。俺が言ってやる、フィニッシュ限定マッチだ。お前のクローズラインで来い、俺はピンチ6個、それ以外のカウントは一切数えない。俺が何をやって、例えばだよ、不幸な事故であいつの金玉蹴り上がっちゃったでしょ。事故だよ事故、意図的にはやってないよ。事故で金玉がなんか痛いことになってた、俺が丸め込んだ、それもなしだ、カウントなしだ。正々堂々お互いのフィニッシャーだけで勝負しようじゃないか。かっこいいな俺、うん、リング上で言った通りだ。KOPW というとてもとても面白そうな大会があると聞いて、とりあえず自分の思いを言わせてもらいました。若くて生きのいい選手だけが出場するのはとてもいいことだと思うし面白いと思う。だけど俺みたいな熟して熟して熟しきった大ベテランのプロレスラーが参加してこそとても面白いものになると、そう思いませんか？俺は勝手にそう思ってる、まあ、この29年という長いプロレスラー人生、29年前、29年だぞ。おい今度やる神宮球場でも試合をしているんだ。どれだけ長い時間プロレスラーとして生きてきたと思ってるんだ。 あとデスペラードか、俺のことは何言ってもいいよ、俺のことはバカにしてもいい。ただお前は一つ言っちゃいけないこと言ったな。おいお前ラリアットのことバカにしただろ、おい右腕のことばかりしただろ、お前それだけは悪いけど絶対に許さないぞ。ああ俺のことはどうだっていいんだ、
ただ俺がやってきたラリアットこの右腕をお前コケにしたらどういう思いするかそれだけよく覚えとけいいか、うん、お前なんかやるとしてもケッチョンケッチョンのギッタンギッタンにしてやる。